はい、今回ですけどトニー・スタークのスキルレベル4を使ってみたという動画になります。5月1日にね新ツムというところでマーベルツムとしてね、トニー・スタークですね、出ております。で狙った1種類のねツムの周辺と縦ライン上にツムを消すよというところでビックリマークをしますと、まあ、こんな感じで出ておりまして、狙ったツム狙うツムはタップで決めれるというところでね、はい、そんな感じになっております。で、まあ見てわかるように演出がね、めちゃめちゃかっこいいんですよね。なので皆さんね、ぜひね、使ってみていただきたいというところですね。で、ちょっとね、5、4とコインをね、使って、やっていきたいと思います。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、やり直させて。コインもったいないけど。ね、ジャイロついてた。くっそー、2300コインが。まあ、よかろう。頑張りましょう。さあ、頑張りましょう、頑張りましょう。でね、すぐね、狙うやつね、めちゃめちゃゆっくりなんで、誰でも揃えられます。これね。ゆっくりなんで、まあ、多分ね、狙いとしてはね、一番多いツムをね、狙った方が消去数が上がると思うので、それでいいんじゃないかなと思っております。うさぎでいいかな？でね、縦消去としてはボムね。ボムを巻き込まないパティーンなんでね。はい。お願いします。やっぱさ、めちゃめちゃかっこよくないですか？演出が俺めちゃめちゃかっこいいと思ってるんですけど、最後の縦消去になるとさ、結局アイアンマンになってますやんってね。はい、こんな感じでツムとしてはね、めちゃめちゃかっこいいツムになってますね。おお、スキル円、かっこよ。結構ね、スキルループしますね。こんなすると思わなかったんですけど。いいっすね、いいっすね、いいっすね。はい。やっぱ一番多いツムを狙うことによって、多分ね、このトニー・スタークがね、一緒に消えてくれる可能性が高いので、それでスキルループする可能性が、まあ非常に高いかなというところかなと。はいはいはい。まあでも言うて、ちょっとスキルレベル4だと、まだまだちょっと使えるレベルではないかなというところかな。はい。うん、まあ3000コインは消えてじゃない、3000コインはね、稼げるかなというところなんですけど、まあちょっとね、それだとスキルレベル4にしてはちょっと弱い。で、まあね、スキルマンになってどうかなっていうところですかね。あー、ちょっと待って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 。OK。はい、こんな感じで、まあ、スキルはね、マジでかっこいいんで、あとはね、どれぐらい。本当はさ、この周りのツムを消すよっていうのが、マレフィセント系ってか、まあなんかボムみたいに消えてくれるんかなと思ったんですけど、そうボムが発生しないぐらいのチェーン数なんで、そうなかなかねボムが作れないというところですね。まあ、ただね、7消去以上いけば全然ね、ボムは作ってくれるのでね。はい。はい、という感じで、まあ、5000じゃない、585万と3266コインですね。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとスキルレベル4にしちゃ弱いかなっていう感じですけど、まあね。スキル演出がもうめちゃめちゃかっこいいというところで、まあ自分はね結構好きかなというところですね。まあスキルマンになって、まあ、さらに使いやすくなれば、
まあ、結構スキルループが回ると思うんですよ。初級数が上がるので。はい。なので、その辺が期待できるかなというところですね。はい。という感じで、まあ、今回はね、トニー・スタークか。のスキル4を使ってみたという動画になりました。よろしければね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あとね、ハート交換グループね、募集しております。グループ参加される方はですね、チャンネル登録必須になりますので、よろしくお願いいたします。それではね、ご視聴ありがとうございました。失礼します。